スプラトゥーン3は、任天堂より2022年に発売予定の、任天堂スイッチ用、アクションシューティングゲームである。2017年7月21日に発売された、任天堂スイッチソフト、スプラトゥーン2に続くシリーズ3作目。2021年2月18日に配信された、任天堂ダイレクト2021.2、18内で発表。 前作のスプラトゥーン2の発売から約4年ぶりの続編となるシリーズ完全新作である。本作では新しい武器、キャラクター、ステージ、目の色、スペシャルウェポンの他に新たな要素として鮭などが追加される。舞台はハイカラ地方から遠く離れたバンカラ街を中心とするバンカラ地方。前作や Wii U で発売されたシリーズ1作目にあたる。 スプラトゥーンでは舞台がハイカラ地方だったためシリーズで初めて違う地方へと舞台が変わることになる。バンカラ街は混沌の街とも称されていて前作で2019年7月18日に開催されたファイナルフェス以降急速な発展を遂げた。またバンカラ地方では市街地が限られているため本作では縄張りバトルのステージが大自然へと広がっている。 バンカラ地方では自分のスタート位置からイカスポーンを行って縄張りバトルをスタートさせる。そして地面や壁から回転して飛び出すイカロールやインクで塗られた壁を勢いよく飛び上がるイカのぼりも使いこなしより立体的な戦いを行えるようになる。ありがとうございます。